バイエルン・ミュンヘンを、ニアウクスブルク、ンデスリーが第34節、バイエルン・ミュンヘン、所属するポーランド代表 FW、ロベルト・レバン、フスキが今季リーグ戦に41ゴール目を決め、爆撃の異名を持つゲルト・ミュラー氏の大記録、更新した。今シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、い、でもどこでも簡単視聴。 一ヶ月無料を試し実施、すでに今季のブンデスリーガ優勝を決めて、ル・バイエルンは、開始9分にオーンゴールで先に成功。その後も得点を重ね、前半は4、0でリり、す。試合は、完全に決まってしまうが、レバンド、好きの記録達成に期待がかかる。だが、アウク、ブルクが67分と71分にゴールを決め、バイエルン、2点差に詰め寄られる。 このまま試合終了かと割れた試合終了間際、ついにレバンドフスキーゴールが生まれる。ハビ・マルティネスの右、ラノクロスはニアで跳ね返されるが、こぼれを拾ったレロイザネが、左足で強烈なシュッと、こぼれ球をレバンドフスキが拾い、ゴール、流し込んだ。この瞬間、レバンドフスキがリー、戦のゴール数を41に伸ばす。そして、百七十一。 72シーズンにユラー氏が記録した、ブンデスリーガのシーン最多得点記録を更新。試合はこれで終了し、終わり節の最後の最後で、歴史的な瞬間が生まれ、更新不可能と思われていた、大記録だが、レバ・ドフスキが塗り替えてみせた。レバンドフスは、今季の開幕戦でゴールを決めると、第3節のルタ・ベルリン戦で4ゴール。 第5節のフランク・ルトセで3ゴールを決め、ヘルタ戦から第7節のルトムントセまで出場した4試合で連続後、その4試合でなんと10ゴールを決めている。そのゴールを量産してきたレバンドフスキは、第26のシュトゥットガルト戦で、ハットトリック達成。このあたりから記録が現実味を帯びてき、終わってみれば、 レバンドフスキは出場した29合わせで無得点だったのはわずか4試合のみ、脅威、決定力で歴史に名を刻むことになった。動画、バンドフスキが爆撃機の記録を更新した窓か、ガコレダ参照元、YouTube、両。